もうどこ見てるのよ。集中しなさいって言ったでしょ。そうね、あなたの努力次第では今まで以上の実力を発揮できるはずよ。はい、どうもバーチャルシアイメロンです。一気当選エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。ハイスクール DD コラボイベント、悪魔召喚巡り合い、そして共闘ですの後半戦がスタートしました。後半戦のピックアップガチャは余毛指名となっております。それでは、性能の方見ていきたいんですけど、その前に、前回ね、ディアスの使用感、まあ、話すってことだったんで、まあ、ちょっと、あなたの努力次第では。まあ、使ってみたんですけど、上、闇。はい。で、前回はまあテキスト読んで、まあなんか使いづらいんじゃないかみたいなことを、まあいろいろ言ってたと思うんですけど、まあ思ったほど使いづらくはなかったです。っていうのも、まあ基本的にリアスはこの1個目の先進のバフと、3つ目の後腕のバフ、両方乗った状態で EB 打ちたいですよって話だったんですけど、まあ、このゲームって基本的にスキルは、まあ、1、2、3の順番で使っていくんですね、1周目は。まあ、HP 回復スキルとか、があると、まあ、順番、1周目から狂ったりするんですけど、まあ、基本的には1、2、3の順番でスキル使うと。いうことで。エリアスの場合は、スキル3つともクールタイムが45秒なんで、2周目以降も、この順番が前後することはないんですね。ずっと1、2、3の順番で使い、スキルを使い続けると。んで、三つ目の後腕のバフは、1.5 倍のバフは、基本的にスキル使うまでは、このバフは回収されないんで、で、このバフを回収できるのって、2個目のスキルだけなんですね。1個目のスキルは、ダメージ与える効果がないんで、EB の 1.5 倍のバフは残り続けるんですね。なんで、まあ、1周目で、1.5 倍のバフがついたら、2周目の最初の1個目の先進のバフがついた状態でもう EB 打てるんで、単純に待ってればよかったんですよ。はい。まあそうすれば、あとは2個目のスキル打つ前に EB 打てば、ちゃんと両方のバフ持ってスキル使えるんで、まあそんなタイミングシビアってことはなかったですよ。はい。まあ思ったより全然使いやすかったです。まあ僕がテキストでそこまで読み取れなかったっていうだけだったんですけど。はい。あとはまあもう一個の懸念点だった。一個目の先進のデバフの方ですね。HP に抑え値の、まあ、25% 消費するってとこだったんですけど。まあなんかこれも、これ結構感覚的な話になっちゃうんですけど。4分の1もなんか減ってるかなっていう感じでしたね。なんかそんなに減ってないんじゃないかなみたいな。まあ、攻撃の回復とかも入っちゃってるんで。うん。まあ、もしかしたらそういう部分であまり減ってないように見えてるだけなのかもしれないですけど。うん。そんな減ってるような感じは正直しなかったです。はい。ですね。まあ、そんな感じで。まあ、当初予想してたよりは、全然、いけるんじゃないかなっていう感じでしたというとこですね。はい。まあ、リアスの評価はそんな感じでしたということで、じゃあ、今回のガチャのモーちゃん見ていきましょうか。あ、その前に。ちょっと予習。予習を。野球の予習を。スキル1個目が、短縮で、パーティー引き受けと、はい、だから、で、EB が、ダメが 25% 下で、軽減が 20%。OK。
じゃあもうじゃあ見ていきましょう。よいしょ。不王学園。不王学園でいいのかな？ちょっと読み方わかんないですけど。まあ、ちょっと不王学園と読みますと。間違ってたらごめんなさい。不王学園制服、旅門使命。貴族性の武器が主具で前衛となっております。スキルが、1個目。剣族の力。25秒間パーティーへのすべての単体攻撃を引き受ける。追加効果で25秒間自身の火ダメを 40% の確率で無効化する。2つ目。オカルトパーティー。20秒間パーティーの火ダメを 30% を軽減する。追加効果で20秒間自身の火ダメを 60% を増加させる。括弧。火ダメージ変化、軽減、増加は合計した値になる。三つ目が、猛竜魔術。40秒間パーティーの回心率を 20% 上昇すると。エクストラバーストが、悪魔転生。10秒間すべてのパーティーの火ダメを 30% 軽減する。追加効果で、10秒間パーティーの余ダメを 30% 上昇する。自身に自動復活効果を付与する。回復量は自身の最大 HP の 40% となる。EP プラス250。ということで、はい、見ていきましたけど、まあ、EB はね、結構、まあ、さっき予習した、同じ火属性の前衛の、まあ、野牛と似てるとこがあるんで、まあ、比較して見ていきたいと思いますと。はい。まあ、10秒間。まあ、効果時間は野牛と一緒ですね。で、まずすべての、モーちゃんはすべてのパーティーの火ダメージを 30% 軽減すると。に対して、野牛は、すべてのパーティーの火ダメージ 20% 軽減だったんで、まあ、モーちゃんの方がさらに 10% 軽減は多いということで、まあ、その点はモーちゃんの方が優秀ですね。はい。で、2行目。パーティーの余ダメを 30% 上昇する。はい。まあ、もーちゃんは自分のパーティーだけですね、これは。対して、野牛は、敵の火ダメが 25% 上昇なんで、まあ、実数すべてのパーティーの余ダメが 25% 上昇と同じ効果になると思うんで、まあ、12人で挑むレイドボスであれば、まあ、余ダメの期待値はもーちゃんよりも、まあ、野牛の方が高いかなってところですね。はい。単体パーティーで挑む場合は、まあ、モーちゃんの方が優秀ですけど、まあ今のところあまりそういう機会はないんで、はい、まあ余ダメの期待値は12人パーティーで挑むレイドボスであれば、野牛の方が上かなってとこです。はい。まあ、ただ野牛はここまでが性能ないんですけど、モーちゃんはさらに、まあ、自身に自動復活効果も付与されると、いうことで。まあ、これは、火属性の、の EB の効果、追加効果と一緒ですね。最大 HP の 40% で復活できる。んで、さらに、モーちゃんは EP がプラス250されると。はい。まあ、最近バーストフェスの水属性前衛で出た、孫権ですね。あれは EP プラス500ってことだったんですけども、まあ、孫権使ってる感じだと、まあ、大体左の EB ゲージ、半分ぐらい回復するんで、500で。まあ、今回のモーちゃんは250ってことなんで、まあ大体250、だから大体4分の1ぐらい、まあ回復するのかなってところですかね。はい、まあいろんな効果があります。で、まあスキルなんですけど、1個目の、剣族の力は、まあ大体どの前衛も持ってるであろう。単体攻撃引き受けのスキルなんですけど、まあ、クールタイム70秒に対して、効果時間25秒間しかないんで、まあ、ちょっと少ないかなってことですね。うん。まあ、追加効果でね、40% 確率で無効化、まあ、実質4割カットの、まあ、追加効果もあるんで、まあ、しょうがないんですけど。まあ、だから他の全員に比べると、ちょっと他の中衛とか後衛が単体攻撃で被弾する。危険が高いのかなって感じですね。はい、
で、2個目のカルトパーティーは、パーティーの火種は 30% 減ります。ただし、もーちゃんの火種は 60% 上がるんで、まあ、下の説明、カッコ書きの説明は、まあ、もーちゃんだけ差し引きだから、30% 火種増えます。で、その代わり他の中衛後衛は 30% 軽減する。っていう意味なのかな、って読み取りましたと。間違ってたらごめんなさい。あ、多分そういう意味だと思うんですけど。はい、で、三つ目のスキルの、猛竜魔術。これは40秒間パーティーの回心率 20% 上昇ってことなんで、これシンプルに強いですね。ET60 で40秒間も効果があるんで、はい、かなり、バフとしての性能が高いですね。で、今回のモーちゃんは火属性ってことなんで、まあ、特に相性がいいと思うのが、まあ、一人はソウソウですかね。ソウソウは、まあ、EB でいろんなバフうまく乗せると、一撃の期待値がすごい高いんで、まあ、クリティカル乗った時のダメージの増加幅もすごいでかいんで、まあ、このモーちゃんのバフがあるとすごいありがたいですね。ダメージに安定感が出ると思います。で、もう一人は、まあ、水着の旅風ですね。まあ、旅風はまあもう、みんなわかってると思うんですけど、もうほんとクリティカル出る出ないで、天国と地獄の差が出ちゃうんで。まあ、もうちゃんとこの、回心率 20% 上昇はとてもありがたいバフかなと思いますね。特に、もうちゃんのサポートで、旅風が火力出すっていうこの組み合わせも、個人的にはとてもいいですね。パチンコの率でもこの二人はよくイチャイチャしているので、はい。そういう意味でも評価が高いと。これは完全に個人的な意見です。ということですね。はい。まあ見ていったんですけど、まあ強いですね。まあ火属性の前衛が結構不足気味というか、多分まだ、イベントだと、この前の回答、この前というか結構前ですけど、回答の野球しかいなかったと思うんですけど、まあ、ちょっと、野球を完全に上回っちゃってるんじゃないかなっていう印象ですね、全体的に見て。はい。まあ、パーティーの単体攻撃引き受けは、まあ、確かに短いんですけど、このゲームの仕様上、まあ、基本的に前衛が被弾しやすい仕様になってるんで、まあ、あまり、パーティーの単体攻撃引き受けの効果が乗ってないからといって、まあ、そんなに神経質になることもないのかなと思います、ね。そもそも後衛は被弾しづらいんで、単体攻撃は。うん。まあ、来たらが、アンラッキーでしたってことで。そうですね。うん。まあ、なんでかなり強いと思います。ということで、まあ、説明も終わったんで、じゃあガチャ回そろそろ回っていきましょうか。またありますね、優勝のやつ。うん。まあこれ一回回して、まあ通常の方回していきましょうか。はい。では、まずは優勝の2500円の方、2500円ですね。1500流玉の方、一回目。ローディング、アイラスト。かぶりか。ここで出てくれたら本当に楽なんだけどな。はい、スキップ出てるんで、まあ、普通でも1個出てます、ね。スキップしましょう。ケージュと、なんだっけ、名前、どう忘れした。誰だっけ。あなたは命燃え尽きるまで戦うのよ。はい、まあ、残念ながら、優勝の方が出なかったということで、まあ、通常の方回していきましょうか。はい。まあ、1.2 パート。いつも通りですね。1回目、ゴー。ローディングは、アイラスト。人事を尽くして、天命を待つ。まあ、今回のモーちゃんめちゃくちゃ強いんで、まあ、ゲットしたら、メインパーティーには入ることにはなると思うんですけど、
そうですね。ヤギウもでもずっと使ってきたんで、結構外すのは寂しいですよね。まあ、ヤギウ自体が、あの、怪盗ヤギウ自体が個人的にすごい好きだったんですよね。あ、何が好きだったかって、まあ、単純に強いっていうのもあったんですけど、なんかヤギウ、あのヤギウって、なんかスキル使うたびに、両手で顔を隠すようなポーズ取るんですよね。モーションで。これがめちゃくちゃ可愛いんですよね。なんで、すごい好きで、ずっと使ってたんですけど、まあ、でもね、やっぱどうしても性能でメインパーティーは使うことにならざるを得ないんで、まあ、モーちゃん、欲しいですね。モーちゃん自体も結構好きなんで。まあ、なんで、今年入って多分一番物欲センサー高めなんですよね。今回のバッタは。まあ、あっさりもう、何回？もう4回回しちゃったから。今回はもう100連で止めず、多分出るまで回すことになると思うね。人事を尽くして、天命を待つ。今年は全部50連以内に出てたんですけど、はい。あっさりスルーしちゃいました。いやー、やっぱり物欲センサーが働いてしまうのか。まずいですね、これは。久々の、人事を尽くし、今年初の大爆死になってしまうかもしれないですね。ゲゲゲゲ。センサー自体が出ない。どうだ？なんか気持ち、パクってなったような。天命を待つ。なった？なってる、2個出てる。さあどうだ？みもちゃん、引けてるか。これは？前兆か？先読みか？希代の地匠と呼ばれた作品。ただもう1個。お見せしましょう。これもーちゃんか？もーちゃんだ。よかった。この名にかけて。お前の力になる。私はリョムを締め、南洋の四天王だ。何しに行ったのか。70連、まあ、まあ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 、なんか中途半端ですけど、100連以内に出せたのは良かったですね。はい、よかった。いや、今回今年入って一番欲しいキャラだったんで、正直まあ、結構嫌な予感はしてたんですけど、あ、無事ではないかもしれないですけど、まあまあの 回数で引けてよかったです。はい。ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回。バーイ。